サミール・ハンダノビッチ、サミール・ハンダノビッチ、サミール・ハンドニビッチ、1984年7月14日イは、ユーゴスラビア・リュブレアナ出身のサッカー選手、セリエインテルナツヨナーレミラの所属、スロベニア代表、ポジションはゴールキーパー、サミール・ハンダノビッチと表記されることもある、スロベニア国内のクラブを経て、2004年7月1日に、 イタリアのウディネーゼへ移籍。ただし当時は、モルガンデ・サンクティスが、不動の守護神として君臨していたため出番は少なく、2005年7月1日に、セリエ A に昇格したトレビーゾへ、レンタル移籍した。しかし、3試合しか出場できずに1年で、セリエ B に逆戻りとなってしまった。2006年1月31日、マッテオ・セレーニと入れ替わる形で今度は、ラツヨへ、 レンタル移籍した。だが、アンジェロ・ペルッチとマルコ・バロッタの両ベテランの前に1試合の出場にとどまった。7月1日、セリエ B のリミニにレンタル移籍。ようやくポジションを射止め、39試合に出場した。2007年6月1日、ウディネーゼに復帰。ベテランのアントニオ・キメンティを抑えて、セビージャ FC に移籍したデサンクティスの後継者として、 生じ系の座をつかんだ。復帰初年度は7位だったが、コッパイタリアの決勝戦がすでに UEFA チャンピオンズリーグ出場権を手にしていた。リーグ優勝のインテルと準優勝のローマの組み合わせだったため UEFA カップ1回の出場権を手に入れた。1回戦ではドイツのボルシアドルトムントと対戦。2008年9月18日に、 テキチズイグナルイドナパルクで行われたファーストレグでは2から0で勝利したが10月2日にホームスタディをフリー有利で行われたセカンドレグでは逆に0から2で敗北トータルスコアで並んだため延長戦にも連れ込んだがそこでも決着がつかず PK 戦に持ち込まれた PK 戦では1人目のハイナルタマーシュと4人目のヤクブブワシチコフスキのキックを止めて4から3で勝利 見事に本戦進出を果たした。本戦ではイングランドの強豪トッテナム等と同じ組になったが、見事首位で決勝トーナメントに進出した。ラウンド16では前年度優勝のロシアゼニトを破ってベスト8に進出したが、準々決勝ではドイツのブレーメン戦は負傷の影響で欠場し、チームも敗北した。 2011年2月5日のサンプドリア戦から3月20日のカターニア戦まで7試合連続完封を記録。この年は4位に躍進し、チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に寄与した。これらの活躍を受けて、夏の遺跡市場では、マンチェスターユナイテッドやバイエルミューンヘン等のビッグクラブが関心を寄せたが、最終的には残留を決断。6月30日に、 ウディネイゼとの契約を2016年まで延長した。2012年7月9日、インテルへの完全移籍が発表された。移籍金は約1000万ユーロ、推定。ジュリオセザルに代わって、背番号1をもらった。リーグ戦開幕直前の8月17日、練習中に負傷した右膝半月板の内視鏡手術を受ける。これによりセリエの2試合を欠場するが、 9月16日のトリノ戦で復帰しインテル移籍後のリング戦、初出場を派手だった。2004年11月7日のスロバキア戦で、スロベニア代表デビュー。2007年から、政治 EK となり、エウロ2008予選においてはホームでのオランダ戦を1、失点に抑えたが、予選突破はならなかった。南アフリカ W ハイ予選ではスロベニアを、 欧州全体で2番目に少ない4失点、最小は2失点のオランダだが、2試合少ないにとどめる原動力となり、ロシアとのプレーオフでも2戦、合計1失点に抑え、スロベニアを本戦に導いた。2010FIFA ワールドカップ本大会では、グループリーグ全3試合で先発フル出場したが、グループステージで敗退した。ロ2012予選でも、k を務め、 2011年10月11日のセルビア戦ではネマニアビディッチの PK を止め勝利に貢献。しかしグループ4位に終わり本大会出場を逃した。2016年ユーロフランス大会出場権をかけたウクライナとのプレーオフで敗れ代表からの引退を宣言した。状況判断に優れ、長身を生かしたハイボールの処理能力と俊敏性を兼ね備える。 特筆すべきは、ペナルティーキックに対する無類の強さで、2010から11シーズンには8本のうち6本を止めて、セリエ A のシーズン記録を樹立した。2008から09シーズンからの4シーズンで32本のうち15本を止めており、ストップ率は約46.9%である。2012年のインテル移籍後も高い阻止率を誇り、2014から15、 シーズンは5本中4本を止め、PK ストップ率80%を記録。2015年4月11日のエラスベローナでは、ルカトーニの PK を止め、セリエ A 通算21本目の PK セーブを記録した、ジャンルカ・リュウカの24本に次ぐ、リーグ歴代2位。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。